こっちから降りましょうか。神明神社古墳でございました。本来ならここ行けるはずだけど、どうやろう、行けるかね。行くとき行ってみましょうか。まあ歩いたとこないからね、これ。公園として整備はしてくれてんねんけどね。ほら、そっから葉っぱだらけになってます。全く歩いてないこともないんやけどね。まあほとんど歩いてないね、これ。この辺もこれ古墳だろうな、これ古墳跡やろうね。向こうは猿駅で古墳やし、この辺もそうやろうな、これ。野外水位ですよ、これ。だからね、ちょっと野外水位に行ってみましょうか。ここから行けるんでね。まあ200名ぐらい入りますこれね、野外水位ね。200名ぐらいはこれ、見えます。ここで立ち見入れたら300ぐらい行くかもしれないけど、使った後ないね、これ。残念ながら使ってませんね。ここ一番上やね。まあ古墳やな、これ。上からこれ古墳だらけでございますからね。これは古墳やろうかね。はい、これが野外水位でございます。200人ぐらいは座れるかね、これ。2、300人は残念でございますね。使った跡がないですよ、これ。この裏にね、機械室があるのかね。機械室ないの？あら、機械室ないじゃん。これは機械室なかったかな、あんだけどね。ここ行けんの、これ。こっちも行けるし、こっちも行けんの。これはあそこの奈良県の研修センターか、あそこに駐車場いっぱいあるのにさ、1台も止まってないやな。あっこに駐車場入れさせてもらって、こんなとこをね、歴史の道で歩けるようにしたらいいのにな。もったいないね。ほんまにもったいないよ、これ。ほら、まだこの雰囲気やろ、これ。ここはどこになるんかね。あ、池ね、この大きな池や。何池やったっけ、これ。大きな池があるんやけど、新池。これ新城町なの、ここ。ほら、大きな池あるんだけどね。あ、ほんまにね、どうしようもないね。散策道具としてね、歩かせたらいいな。歩き出したとばらね、もうダメよ。
もう電池切れますよ。左は降りていけんのかね。もう野外不正義でございます。これね、散策道があるんで、あら、イノシシが掘ってこさしたね。これですよ、これ。これがサライ池古墳でございます。いやー、わからんね、これ。まあ、これ、ここ何個もあったかもしれんな、これ。この左がね、確か、古墳、お墓がありますよ、ここ左ね。ほら、35銭出れんねんけど、これ。35銭でございます。こっちもね、あれなんでこれね、どうやらね、これ。ここ。大昔は、左側は湖でございましたからね。からね、やっぱりあの海はそうやけどね。いや、何も入ってないかい。まあ冬やから見えんけど、ここね、古墳がね、何機かあんねんけど。はい、ありがとうございました。